CGI っていうね、はい、世界のグラフィックデザインの団体があるんですよ。はい、僕は今日本の代表してるんで、はい、毎年いろんな国に行ってるんですよね。はい、今年はあのディーン・プールっていうのが行って、ニュージーランドの人が会長になった、はい、オーストラリアでやろうとして、シドニーでやろうとしたんですけど、中止になっちゃって、うん、どうするのかなみたいな、うん、海外いっぱいいるんですよね、歴史も古くて、うんうん、でも旅はこう人間は好きだから、うん、やっぱり体験ですよ ね。で僕一番いいと思うのはカメラマンは絶対体験しなきゃ撮れないじゃないですか、うん、ね、それを一個一個ね、うん、記録にしてほしいですよね、うん、写真はまさにその体験の集積なので、そうですよね。それがやっぱり写ってないと、そういうのが写ってるのがいい写真だと思うし、そっか、今回は旅が始まったばかりってことかな、ね、東京側はもう一回やんなきゃいけないですよね。そうですね、だから地球のね、僻地探検家だから、はい、僻地は全部行っちゃってるんだけど、うん、冒険っていうことをね、はい、教わったんですよね、うん、いきなり北極行こうって言われて、はい、北極行ったんですよ。行ったんですか、うん、行ったんですか。北極県人会って北極県人会、うん、大勢いたんですよ、はい、でもね、実際行くとなったらみんなね、字が悪いとかね、うん、冒険ってほら、ね、スポンサーなかなかつかないでしょ、うんうん、冒険と実験は、うん、あのつきません、つきませんね。それがいいですよね、スポンサーつかないとね、自分でやるっていうのね、はい、うん、自分でバンバンしなさい、はい、自分でやなさい、それが一番大事なところですよね。そうですね、うん、確かに結果ありきではないので、冒険も実験も、うん、実験もね、